人気ドラマ、白線流し、等で大ブレイクした俳優、柏原隆さん。最近はあまり見かけることが少なくなったように思えますが、実は中国で大人気という噂もあります。陽気って本当、過去に傷害事件を起こしたようですが、その詳細とは？柏原隆のプロフィール、愛称、カッシー、本名、柏原隆、生年月日、1977年3月16日。身長、178センチメートル。出身地、山梨県甲府市。最終学歴、亜細亜大学経営学部、中退。所属事務所、不明。目次、柏原隆の経歴。柏原隆は今現在中国で大人気。実は持病持ち。柏原隆の病気とは？柏原隆が起こした傷害事件とは？現在も日本復帰できない理由。柏原隆は現在の活動、どこにいる？柏原隆は3人兄弟で弟も芸能人。柏原隆の経歴、1977年3月16日生まれで、山梨県甲府市出身の柏原隆さん。山梨県甲府市出身の柏原隆さんは甲府西高校を卒業しています。1993年に行われたジュノンスーパーボーイコンテストにてグランプリを受賞したことをきっかけに芸能界デビューを果たします。翌年に放送されたテレビドラマ、青春の影で俳優デビューを果たし、1995年には日本アカデミー賞の新人賞を受賞しました。日本でも大人気でしたが、今現在は拠点を中国に移し、俳優活動だけでなくクリエイターとしても成果を残しています。柏原隆は今現在中国で大人気。最近、日本のテレビで柏原隆さんを見かけないなと思っている方も多いのではないでしょうか。実は現在、柏原隆さんは海を渡った中国で大人気なんだそうです。きっかけは1996年に放送されていたドラマ、いたずらなキスの出演でした。この出演をきっかけに中国にて俳優活動を開始され、今現在も人気を博しているそうです。柏原隆さんはもともと、端正な顔立ちをしたイケメンですが、現在は年を重ねてさらにかっこよさが増しています。過去には柏原隆さんが脚本、出演されたショートムービー、幸せのプランがネットで公開されました。この映画をきっかけに今現在も俳優業だけでなく、クリエイターとしても活動の幅を広げているそうです。実は持病持ち、柏原隆の病気とは、柏原隆さんは経腱腕症候群、K1 症候群という持病をお持ちなのです。この病気は首筋から肩や手のこりが慢性的となり、痛みやしびれが生じる病気です。さらに力が入らなくなったり、体が動きにくくなるなどの症状やうつ症状が出ることもあるそうです。このような症状が出ると柏原隆さんは仕事をキャンセルし、療養されていました。当時大人気だったこともあり、かなり疲労やストレスが溜まっていたようですね。今現在はこのような症状がないのか、仕事を急遽キャンセルすることもないそうです。柏原隆が起こした傷害事件とは？2004年12月、当時27歳だった柏原隆さんは、40代の男性会社員、一般人に暴行するという傷害事件を起こしています。弟を車で迎えに行く途中、路上にはみ出したまま車を洗車していた男性と口論になり、思わず殴ってしまったそうです。会社員は、他の車はみんな通れていると反論し、柏原も運転してみろなどと言い返し口論に。右の拳で殴り、会社員は左目のあが約2ミリ切れて出血、その場で110番通報。幸い逮捕には至りませんでしたが、
傷害事件として書類送検されてしまいました。柏原隆さん自身も非があることが分かったのか、坊主頭にして謝罪会見を開いています。暴行を受けた40代の男性も、自分の言い方も良くなかった、移動させる努力をしなかった私にも非がある、などと言っていたそうです。ちょっとした言葉の行き違いでトラブルが起きてしまうのも仕方ありませんが、芸能人である以上は手を出すことはいけませんね。現在も日本復帰できない理由、中国で大人気を誇っていることが分かった柏原隆さん。中国版ツイッター、ウェイボーでのフォロワー数は97万人とも言われ、人気の高さが伺えます。日本に逆輸入される可能性もあると言われている柏原隆さん。ですが、日本のメディアで見かけることは未だありません。そもそも、日本での活動がなくなったきっかけは、何だったのでしょうか。調べてみると様々な要因があることが分かりました。柏原隆さんは、2003年に放送されたフジテレビの連続ドラマ、いつも二人で、2第2話まで出演後、激しい頭痛に襲われドラマを降板。代役は桂山慎吾、桂山慎吾さんが務めました。当時突然のドラマ降板に心配する声も多く聞かれました。病気療養によりブランクがありましたが復帰。しかし、今度は傷害事件を起こしイメージダウンしてしまいます。デビューから10年間は33本のドラマや映画に出演していた柏原隆さんですが、事件後は7年間で9本と激減してしまいました。さらにその間、畑野博子さんとの離婚もあり、ますますイメージダウンにつながっていったようです。このように、病気と傷害事件、離婚により仕事が激減したことは明確。しかし、もう一つ理由があったようなのです。それが、ネット上で噂されている大物俳優の圧力。これは、実は大物俳優ではなく、大手芸能事務所の幹部による圧力だそうです。その幹部とは、芸能事務所、バーニングの関連会社である、パールダッシュの代表取締役を務める谷口源一さん。谷口源一さんは、柏原隆さんと結婚、離婚した畑野博子さんのことがお気に入りだったといいます。お気に入りというのは、女性としてなのか、仕事上なのかはわかりませんが、二人の交際を反対していたという谷口源一さんは柏原隆さんをよく思っていませんでした。そして反対を押し切って結婚したことで、確執のようなものが生まれてしまったと言われています。しかも、柏原隆さんと畑野博子さんは、1年8ヶ月という短期間で離婚。畑野博子さんのイメージダウンにつながったこともあり、谷口源一さんの柏原隆さんに対する印象はますます悪くなっていったのではないでしょうか。日本の芸能界でかなりの権限を持つと言われる谷口源一さんに嫌われてしまったということもあり、なかなか日本で活動をすることができないと言われているのです。柏原隆は現在の活動、どこにいる？日本のメディアから姿を消し、中国で目覚ましい活躍を見せていた柏原隆さんですが、テレビ局関係者によると、ここ数年は中国でも目立った活動はしていないとのこと。女優の内田有紀さんと、長年事実婚状態にあると言われており、もしかしたら生活の拠点を日本に戻している可能性もありそうです。内田さんに養われているなんて憶測も飛び交っていますが、詳しい情報はわかりません。今後の活動に注目ですね。柏原隆は3人兄弟で弟も芸能人。柏原隆さんは3人兄弟で弟と妹がいらっしゃいます。妹は一般人のようですが、弟は俳優兼ミュージシャンの柏原修二さんです。
柏原隆さんと弟の修二さんは顔もとても似ていて、過去にはファミリーマートの CM にて共演も果たしています。柏原修二さんが芸能界に入ったきっかけは、兄の柏原隆さんのジュノンボーイコンテストの最終オーディションを見に来たことがきっかけだそうです。最終オーディションへ応援に駆けつけていたところをスカウトされ、芸能界へ入りました。ミュージシャンとしての活動は2015年に活動を休止し、今現在は俳優業に専念しているそうです。舞台をメインに活動されていますが、ドラマにもたびたび出演されていて、NHK の朝ドラマ、マッサンや朝が来たなどにも出演されています。今でも芸能活動を続けているようですね。